人暮らしで犬を飼ってる方は本当に要注意していただきたいことがありまして、家で何かがあってなくなってしまった場合。え、マジで、はい、え、食べちゃう、どうわぁ、ゾウドゥワちゃんとやって、ちゃんとやったらちゃんとクレーム来るんだよ、うるせえ。いや、ちゃんとやるよ。じゃあダッ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 。あ、今日クレーム来ない。第19回そんなにぐらい。でもリアルでも結構やってるよね、ゾッツァツぐらいのゾッツァツです。はい、まあ19回いいことだね、ぐらい。いけました。久しぶりですよ、皆さん。はい、いや言うてね、やってますけども、はよやれ言うとんねんな。賞金を持ってきました、優勝。出し方が豪快なんですよ。そうだろ、一人一人参加費6万円なんで。オッケーオッケー、終わり、出すわ、出すわ。すいません、前回ね、2万円に初めてファンの、ね、視聴者さんにされまして、いいクオリティだったんでね、はい、まあ、やっぱクオリティ上げ続けて精進していこうということで、今日も怖い雑学たくさん持ってきてもらいましたので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。バイビー。バイビーの流れが誰も触れなかったから笑ったけど、誰からいきますか。俺は恭平からでしょ。あ、笑ったぞ。今日テクニカル、テクニカル。じゃあ恭平からで。じゃあ時計までいきますか。こう、じゃあハンド計で。オッケー。すごい、結局助けが見える。全否定。イギリスではある犯罪組織が誘拐に手を染めてまして、16年間で1400件も誘拐をして的虐待を行ってるんです。イギリスでは大人が声をかけると誘拐犯と間違われて捕まります。捕まるまで捕まります。以上です。お前はいいんだけどさ。俺らはいいんだよ、俺らは。俺らもいいんだけど、お前はいいのかって。全然ここまでということで、本番行っちゃいましょうか。阪神タイガーズの歌って知ってますか。はい、知ってます。もちろんですよ。あの題名、六甲おろしって言います。あの六甲おろしの由来が怖いんですよ。六甲って六甲山から取られてるんで、まず。はいはいはい。で、六甲山って有名な夜景スポットとして認定されてるんだけど、あの六甲山である事件が起こりました。それは少女誘拐事件で、不良グループがナンパして、そっから至ったと。これの六甲おろしのおろしっていうのは、恐喝した後に全裸の状態で車からおろしたの。そう、それ、そっから六甲山おろし、六甲おろしっていうのが。そんなわけない。いや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 、阪神ファンに聞いてください。全員多分知ってると思います。だって野球の歌でしょ、阪神知ってるから。やばすぎるやろ、それ。それを知ってて、ああやってガチで歌ってる人も紛れてますから。やば。早速、開幕したな。ああ、始まりました。始まった。なんだ、SC って5人だった。ありがとうございます。いや、待って待って待って、場面転換だとすぐ僕が電車乗ってると、朝とか特になんかホコリすげえ待ってんなって思う時じゃないですか。僕と正義はない、まあ、乗らないでしょ。駅行くとたまに結構なんかそのホコリみたいに待ってたりするんですよ、よく。それ、あ、普通のホコリだなって思う人多いと思うんですけど、実は全然違うものが漂っていて、人の皮膚が回ってんすよ。人の皮膚って有名かもしれないけど、人生18キロ分ぐらい落ちるんですよね。結構すぐ剥がれるんですよ、皮膚って。それが大気中を舞うんですよね。だからもう無意識に人の皮膚を知らない人は吸ってるんですよ、ずっと。人の、なんていうの、もう汚いものを吸ってるって考えたらめっちゃゾッとするなっていう。ありがとうございます。アメリカのとある医者がね、実に興味深い説を提唱したんですね。人に宿る魂、ちょっとぐらい重さがあってもいいんじゃないかみたいな。息が近い刑囚を何人か用いて、毎日体重をチェックして、した後と前日の体重を調べて、魂抜けていったら減ってるんじゃないかみたいな、そういう実験をしたんですよ。心臓が止まりました。体重測りました。 21g 減っていたんですよ。このことから魂はある程度重さがあるっていう。中国には殺人を犯しても身代わりがいればその罪が軽くなるっていうこと知ってます？これ今中国って大富豪が1パーしかいないの、うん、でその大富豪が例えば中国って1人だいたい1件なの、うんうんうん、なんだけど、その人交代就任制度というのを使って、たったの150万でその刑が懲役3年まで下がったんですよ。
身代わりも、身代わりの人を持ってくるわけ。身代わりの人、だからお金を払って代わりに刑務所入ってください。それで3年生最悪やん。なんかリアルの名前出てたもんね。えぐ終身なんつった、交代就任制度、交代就任、えぐっ。これまあそ、日本人とかもよく中国行くじゃん、うん、だから例えば行ってそういうの巻き込まれた時に相手が大富豪の人だったらそれ使われたりするから気をつけた方がいいよっていう。なるほどね、最悪だ。被害者でもね、そう、被害者でもそういうの使われるから、うん。それでは2週目の前座いきたいと思います。はい、2週目もあったでしょ。いや、2週目までありがとうございます。本命なんですけどね。1945年、ありがとうございます。前座です。え、マジで。いや、まあ、終わらせ方とか過去の見て、自分の電化製品の事故ってどうしても拭えないんですよ。それ今世界中に問題視されてて、例えば電子レンジ、それと肩並べて結構上位にあるのが圧力鍋です。圧力鍋って危なす、別名小型爆弾って言われてるんですよ。ちょっとでも劣化してると、その隙間から空気とか、ちょっと温度が低い空気が入ると爆発します。マジでやば。その映像をお見せします。うわ、もう本当に、うわっ、えぐいな、もう、ロケットランチャー、二次災害みたいな。そうだって、やっぱ電化製品は絶対説明書通りに使用してください。世間一般で飼われているペットといえば何ですか。犬、猫。僕が今回取り上げるのは犬なんですけども、はい、一人暮らしで犬を飼ってる方は本当に要注意していただきたいことがありまして、家で何かがあって亡くなってしまった場合、犬はその飼い主そのまま食べ尽くします。え、マジで。はい、え、食べちゃう、怖っ。食べます。どういうこと。だから餌として餌くれないから、そう、餌がなくなるから。そう、発見されるか犬が食うかのどっちかで、だいたいやっぱ発見されるともう食われてて白骨化してる状態で見つかることが多いんですけど、これちょっと不思議なのが、食べる部位が結構偏ってるんですよ。7割は顔からいきます。へー、だから、そう、だから基本は白骨化とかで見つかった場合は、そのもう顔が中途半端に食い破られてたり、うわ、でお腹も中途半端にいかれてる状態で見つかるケースが結構ありますよ。やだ、強いな、強いな。全く知らないやつ来たな。いや、全然知らなかった。俺も調べてゾッとしたもん。主にアメリカとかヨーロッパ全域、台湾とかでは寄生している食べ物があるんだけど、マーガリン。マーガリンの中に入ってるトランス脂肪酸っていう物質が体に相当な負荷を与えてしまうと。日本は一切規制されていません。じゃあそのトランス脂肪酸、総カロリー中 1% 摂取してしまうと結構危ないらしいのね。日本人の平均は 0.6% 少ない、そう、だから日本規制しないんじゃんみたいな、一歩はいかねえから、だからじゃんってちょっと安心したでしょ。それが間違えてるんですよ。なんだ？日本人の平均って言ったけど、赤ちゃんから60歳までの平均で 0.6% って言ってる。多すぎるんだね、幅がね。じゃあ日本なんで規制しないのって話なんですよ。危ねえじゃん。まあまあ。危ねえマーガリンなんでずっと使い続けてるかと。経済が回らないからです。だから日本はあえてあんまり口出ししていないっていう。日本が隠してるっていうのはやっぱみんなのためにもなるし、めっちゃいいと思うんだけど、ポップコーンとかにめちゃくちゃバターかけたりするから。出たー。だからなんかもう無理かなみたいな。使えよ。もう今の年から諦めてるから。しかもバターかけるの自分の頭前でちょっと聞いてって言われる。くしゃみってするとどんぐらい飛ぶかっていうのは、まあ大体みんなわかるよね。結構飛ぶらしい。まあ結構なんかね。そう、4メートルって言われてるんだけど、くしゃみするとき水しぶきこう出るじゃん。でこの水しぶきってすぐ乾くから10秒ぐらいで病原菌が。けど、その中に大きい水滴の菌がいるのよ。それって10分から45分間ぐらいずっと生き続けるの。だから今後ね、例えばマスクしない人がまあ多分増えてくると思う。そうなってくるとやっぱり世界の人口の危機っていうのが迫ってくるんじゃないかっていう、っていう話。ちょっとカメラで見えないから触るのやめてよ。終わんないっすよ。最後のまぁちょっと喋る、喋る意味わかんない。あと頼むわみたいな。世界の人口の危機ってないやん。ごめん、ちょっとミスったわ。はい、ということで、あっという間に、あっという間に終わりました。でも、1位、2位の俺らの勝負になりそうだな。いや、これはちょっと、そうだね、言うの待ってたけど、ちょっと感じてた。前座は
あ、全然は全然だからいいわ。いや、全然は全然だからいいわ。マーガリンが危険ってやつと、魂は 21g あった。はいはいはい、かっこいい。抗体囚人制度、くしゃみが危険ですよって、もうマスクしないとう。うわ、惜しい。おー、もったいねえなー、最後。六甲おろしと、圧力鍋、はい、皮膚と、犬が人を食う。今日はもう、次のクオリティアップに努めるしかないんで。わかりました、勉強しますね。決まりました。よっしゃ、おー、来たー。よし、頼む。本日も、一人制度でいかせていただきます。おー、おおおおおおもうね、ダントツじゃないんですよね、最近レベル高くなって。ここがね、ランクインの方から発表します。はい、お願いします。ランクイン1、2に入っている方、リモンたつき。よっしゃー、またここ1位の発表です。いや、僕はもうどっちでもなんかもう、いいから。ゾッとする雑学を、優勝は、リボンさん。いや、でももうありがとう。おめでとうございます。全然見ない。もう素晴らしい。光と影両方ともね、なんかもしかしたら自分にも及ぶのかな。カーボーのはなんか結構かっこいいってかね、俺はどうでもよかった。うん、じゃあそういうちょっとわかりました。肌で感じる。そうだよ、俺はどうでもよかっただけ。視聴者の人は多分楽しかった。すごいのはここに両方から見たらどうでもよかったやつ。大輝のもね、最初のめっちゃ良かったんですけど、めっちゃ良かった。犬と同じぐらいのパワーあったっすよ。マジで。いや、怖かった。ちょっと最後なの、世界の人口に危機が。ちょっと国語のできなさが。そうだね、この偏差値にお金はもらえないんだ。皆さんもね、ちょっとした方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。どん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 ね、ゾッツァツもイミコアも、まあ、いつかゾッコアとかもね、どんどんグレードアップしていきたいと思いますので、しっかりと動画見ていってください。お願いします。では次のゾッツァツでお会いしましょう。バイバイバイ。目指せ3連覇。